ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、私たちもう知り合って長いけど、一つ、どうしても確認したいことがあるんだけどいい？なんだ？魔理沙って何かの宗教の信者だったりするの？いや、私には特に信仰はない。無宗教だぜ。よかった。この前、10年来の友人が熱心な宗教家だということを知ってショックだったのよね。宗教に入ってる人も多いからな。案外すぐ身近にいたりするものだぜ。例えば、普段テレビに出ている芸能人の中にだって、宗教にのめり込んでいる人は少なくないんだぜ。テレビで見ている分には全然わからないわ。どんな芸能人が宗教にのめり込んでいるの？よし、じゃあ今回は宗教にのめり込んでいる、芸能人5選を解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、久本雅美さんだ。コメディ系女性芸能人として、高い好感度を誇っているよね。ああ、だが宗教にハマっている芸能人と言ったら、やはり、久本雅美さんの名を外すことはできないぜ。久本雅美さんはどんな宗教にハマっているの？創価学会の熱心な信者として有名なんだぜ。日本で最大規模の宗教団体だよね。やっぱり芸能界にも信者はいるんだ。現在、日本人の 16% は創価学会員と言われているくらいだから、創価学会の芸能人は少なくないんだぜ。久本雅美さんはその中でも特に熱心な信者で、一説によると芸能界で創価学会員が多いのは、久本雅美さんの勧誘によるものだと言われているくらいなんだ。信仰は自由だから別に気にしないけど、あまりしつこい勧誘は嫌がられるよね。だが久本雅美さんクラスの地位と知名度の人から勧誘されるとなかなか断りきれず、入会してしまう芸能人も多いんだ。久本雅美さんの勧誘を断ると芸能界から、干されるとも噂されているくらいだからな。実際、それで干されたような芸能人はいるの？有名な話で言うと、うっちゃんなんちゃんの内村てるよしさんが、久本雅美さんによって干されたという噂があるぜ。今や超大御所の内村さんにそんな過去が？ああ、内村さんはかつて内村プロデュースという番組をしていたが、その際に準レギュラーだった学会員のモンキッキーさんと、原口あきまささんがレギュラー陣をしつこく勧誘していたそうなんだ。その話を聞いた内村さんは、信仰は自由だけど押し付けは良くないと、二人を諭したんだぜ。これは内村さんの言う通りだと思うわ。ところがこの話を聞いた久本雅美さんが激怒し、内村てるよしさんの番組をことごとく打ち切りにさせたんだぜ。久本雅美さん一人に番組を終わらせるほどの力があるのかしら？どうやらテレビ上層部とのコネを利用して、内村さんを降板させるよう働きかけたようなんだぜ。芸能界の中でも、創価学会は強い力を働かせているんだね。ところで久本雅美さんが創価学会に入信した理由は何なのかしら？入信のきっかけは、20代の頃、その頃は女性らしからぬ下品なネタを扱うという芸風は世間から非難を浴びていたんだ。そのことについて悩んでいた時に、創価学会名誉会長の池田大作氏と出会い、彼により悩みが吹っ切れたことで、池田大作氏に傾倒していったと言われているぜ。久本雅美さんの芸能界での活躍は、創価学会のおかげでもあったんだね。以来、久本雅美さんは熱心な学会の信者となり、自身の知名度を活かし、創価学会の広報ビデオに出演したり、これまでに幾度となく創価学会が支持団体となる、公明党公認候補者への選挙応援演説を行っているんだぜ。そこまで公に活動しているなら信者という情報は間違いなさそうね。ただ、周りに勧誘を迫って、断られたら干すみたいな、理不尽極まりない噂話は嘘であってほしいわ。続いて紹介するのは、沢口靖子さんだ。若々しい美貌でいつまでも変わらない女優さんだよね。沢口靖子さんがハマっている宗教は、神女院。伊藤新城という僧侶によって、1936年に開かれた仏教系の宗教で、現在、20カ国に100以上の寺院があり、日本で90万人、世界で10万人の信徒が活動しているんだ。なかなか大所帯の宗教だね。なぜ沢口靖子さんが神女院の信者だとわかるの？神女院の機関誌に沢口靖子さんのインタビューが掲載されていたことがあるからだぜ。1985年発行の機関誌になるが、誠実に仕事を重ねていくところに、道はおのずと開かれるとのご霊言に、私の心も決まって、と、語っていたんだ。宗教っぽい発言だね。これはどういう意味？沢口靖子さんは1984年の、第1回東方シンデレラのグランプリに輝き、
デビュー翌年には NHK の朝ドラ身を尽くしに抜擢されたが、実は大学に進学して書道教師になる夢を持っていて、進路に迷っていた時期があった。そんな時、霊能者が霊界から発せられた言葉を、信徒に取り次ぐ行為である、接心を受け、芸能界入りを決意したんだぜ。芸能界入り前から信仰があったの？ああ、小学校の頃から母親に連れられて神女園の大阪少女に通っていたそうだな。もともとは沢口靖子さんのお母さんが信者だったのかもしれないんだ。また、沢口靖子さんは2023年で58歳になるが、現在も独身を貫いているのは、神女園の教えに従っているからとまで言われているんだぜ。そういえば、あれほどの美貌の持ち主にもかかわらず、あまり浮いた話とか聞かないよね。もったいない気がするけど、それが幸せになるための教えなら仕方ないのかな。続いて紹介するのは、井上真央さんだ。子役からずっと芸能界で活躍している女優さんだよね。実は井上真央さんは、熱狂的な創価学会の信者ということで有名なんだ。2015年の創価学会の新年会で、創価学会の地区トップが、大河で主役を務める井上さんは生粋の学会っ子で、自宅は活動の拠点でした。彼女も、少年少女部会には欠かさず参加していたのですよと発言し、大きな話題となったんだぜ。この発言が本当なら、創価学会員で間違いないだろうけど、井上真央さん本人が公言しているわけじゃないんでしょ？ああ、だが、この発言を受けてマスコミが、井上真央さんの実家に取材を行ったところ、井上真央さんの母親は、私の母の代から創価学会に入っているし、私も娘も信仰しています。今はドラマの撮影で忙しいので、昔のようには活動できていませんがねとコメントしたんだぜ。母親が認めたなら決定的な証拠になるね。祖母の代から創価学会員ってことは、井上真央さんは生まれながらにして創価学会に入信したのかしら？そうだな。親が創価学会を信仰していると、自動的に子供も信者になるため、井上真央さんは生粋の創価学会信者だと言えるぜ。生まれた時からお母さんとおばあちゃんが熱狂的な信者だったなら、井上真央さんも信仰に力を入れていてもおかしくないか。ああ、井上真央さんは現在も創価学会が発行する、政教新聞を愛読し、正代と呼ばれる、南無妙法蓮華経を唱える儀式を、朝晩1日2時間行っているそうだぜ。芸能活動も忙しいはずなのに、毎日2時間も儀式を行っているなんて驚きだわ。もはや、やらないと気持ち悪いくらいの感じなんだろうね。ところで井上真央さんといったら嵐の、松本潤さんとの長年の交際が有名だけど、結婚に踏み切れないのも宗教が関係しているのかしら？そうなんだ。創価学会の人が結婚するには条件が2つあると言われており、1つは、結婚相手が創価学会の信者であること、もう1つは結婚相手が創価学会に入信することなんだ。いくら愛する人との結婚とはいえ、宗教への入信というと、かなりハードルが高いように感じるよね。ただ、この問題は2017年に解決されたかのように思われたんだ。なぜなら松本潤さんが創価学会に入信したと言われたからだぜ。松本潤さんの井上真央さんへの愛は本物だね。けど、それからだいぶ時間が経っているけど、まだ結婚には至らないの？ああ、入信すれば解決というほど、宗教問題は、そんな簡単なものではなかったということだな。入信のみならず、創価学会員としての活動も、結婚の条件にあるのかもしれないな。形のみの入信ではなく、ちゃんと心から信仰しないと結婚は認めないとかかしら？宗教は自由なんだし、多めに見てほしいわ。続いて紹介するのは、北大路欣也さんだ。北大路欣也さんは時代劇から現代劇まで、様々な作品に出演をしていて、俳優として大人気だよね。実は北大路欣也さんは新興宗教、世界真光文明教団の信者としても有名なんだ。どんな宗教なの？岡田光太によって創設された新興宗教で、手をかざして病気を治すことを謳っている宗教団体だ。静岡県伊豆市に本部が置かれていて、その活動は日本にとどまらず、台湾やアメリカなど海外にも支部を持つなど、規模は大きい教団なんだ。入団したきっかけは何だったのかしら？入団した理由や時期については詳しくわかっていないが、北大路欣也さんは映画、空海の役作りのために、高野山真言宗へ得度出家をしており、指導家用という修行を行って不動護魔法の資格を取っている。そういった経緯があり、世界真光文明教団へ入信。北大路欣也さんは一時期、
低評価の映画に出演するなど、首をかしげるような仕事を受けていた時があったが、それは、世界マヒカリ文明教団への、寄付金を稼ぐためだったと言われているんだぜ。宗教に傾倒するのも、楽ではないようだね。また、北大路欣也さんは1977年に結婚してから、2023年で46年の月日が経つが、子供はいないようなんだ。その理由は世界マヒカリ文明教団の教義に従っているからではないかと、たびたび噂になっているんだぜ。北大路欣也さんにとっては大切な宗教なんだろうけど、多額の寄付金を払って、子供も禁止。なんか異様に騙されているんじゃないか不安になってきたわ。最後に紹介するのは、斉藤由貴さんだ。スケバンデカで主演を演じたことで有名だよね。ああ、彼女もまた、宗教を強く信仰しているんだぜ。斉藤由貴さんはどの宗教の信者なの？斉藤由貴さんの信仰している宗教はモルモン教。キリスト教系の聖典モルモンの小教義とする、アメリカ初の教団で、世界的に見れば、その規模は創価学会すら上回ると言われているんだぜ。どんな教えがあるのかしら？アルコールとコーヒーの摂取を禁止する教義であり、移動に使える手段は、バスと自転車と船と鉄道のみ、G 行為は禁止されているらしいな。なかなか厳しい宗教だね。全部ちゃんと守っていたらすごい不便な生活になりそう。なぜ斉藤由貴さんはモルモン教に入ったの？父親が熱心なモルモン教徒だったため、その影響で入信したと言われているぜ。確か斉藤由貴さんは結婚していたよね？旦那さんはモルモン教絡みの人？ああ、斉藤由貴さんが結婚したお相手は、モルモン教の最高幹部であるイサライノブヤスさん。友人の紹介で知り合った二人は同じモルモン教信者ということで意気投合したらしいな。同じ宗教だし、夫婦円満なんだろうね。いや、斉藤由貴さんは過去3度にわたり、モルモン教の題材である、不倫行為を働いているんだぜ。宗教関係なしに3度も不倫するなんて許されないよね。イサライノブヤスさんの反応は？今は子供たちのことを第一に考えよう、お互いに努力し直そうと言い、再構築を選択しているぜ。できた人だね。けど、3度も不倫したらモルモン教はおかん無理なんじゃない？何か罰則を与えられたりしたの？斉藤由貴さんもモルモン教としてはもうやっていけないと思い、地元のモルモン教の教会指導者に除名処分を申し出たそうだな。すると、教会指導者からは、教会のために由貴さんがいるのではなく、由貴さんの人生のために教会があると、申し出は却下され、現在もモルモン教徒として過ごしているようだぜ。旦那さんもモルモン教も許してくれたんだね。もう二度と同じ過ちがないよう、しっかりモルモン教の教えを守ってもらいたいわ。以上、宗教にのめり込んでいる芸能人5選を紹介したぜ。まさかこの人が？って人もいたけど、宗教の信仰は自由だから、他人に迷惑をかけなければ、外野がとやかく言うことじゃないよね。そうだな。こちらからすれば信じられなくても、宗教の教えを信じたおかげで厳しい芸能界を生き残り続けられたのかもしれないしな。信じる者は救われるってやつね。思い込みの力みたいなのも働いたりするのかしら？私も何か宗教に入信してみようかな。どうぞご自由に。ただ、宗教の中にはカルト宗教と言われるものもあるから、しっかり見極めてくれよ。それと過度な勧誘はやめてくれな。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。